常用発電機1台がついに停止すると。でも大事故突入寸前まで行ったんです。でギリギリで炉内の水温200度か圧力もさっき言った70気圧ほとんど変わらないというような状態、これがですね、最近原電が発表したその時のものですが、この時に時刻を書き込んでいくと、ポンプ水没して、これなんですよ怖いの、ギザギザになってますでしょ、東海大の原子の水位が急降下してるんです。ここでもそうして、これギザギザは何かっていうと、蒸気がうわーっとなって吹くんですね。吹いてバルブを強引に押し開けて、そしてまた元に戻るとまた下がると、こういうのをザーッとノコギリの刃のようにギザギザになってます。これは新聞記事のなんかの記録によると、いろんな逃す弁を操作したって書いてありますが、おそらくはですね自動的になったんだろうと思います。操作したんでなったんじゃなくて自動的にそういうふうになってますが、ともかくそんな状態ずーっと危ない運転を続けていって、そうしてかろうじて燃料棒の露出を食い止めていって、だから水位がルーッとこんなになってたんです。絶えず皆さんは知らなかった、我々も知らなかったんですけれど、東海大にそうしてギリギリで、まあたまたまですね残りの2台が動きって、これもギリギリだったんですね。ここも津波に襲われたんですが、その水量が低かったので、なんとその工事やったのが2日前だっていうんですね。本当にたまたま助かった。でようやく安定したのは3日半後だったっていうことは、私たちは知らないで生きてきたんですけれど、だからあの津波はあともう70センチ高ければ東海村と私たち茨城県完全に終わって、福島と同じ爆発していたということが分かってるわけ。それでこの新聞を皆さんにぜひご紹介したいのは、本当に今村上さんをみんなで守っていきたいからですっていうのは、本当に素晴らしいことを言ってくれてます。この重要新聞、東海第二原発もギリギリで助かった、こうしていられるのが不思議なぐらいだ。東海村から20キロ圏内の水戸市70万人、30キロ圏日立も含めて100万人がいるんだと。日本の事故処理はもっと優れていると思っていたが、とんでもなかった。ソ連はひどいと当時は思ったけれど、ソ連の方がはるかに事故処理は迅速であった。だから今皆さん見ておいてください。これで100キロ圏ですよね。今私たちのいるこの会場の土浦はここです。いわき、宇都宮、東京、千葉、この100キロ圏大体頭に入れて、後で被爆の問題をお話しますので見ておいてください。村上村長はこういうことを言ってくれています。地震列島の日本が54基もの原発を持っている、正気の沙汰ではない、浜岡だけが危ないんじゃないんだと。東海村の場合すぐに運転再開認めるというわけにいかんぞと。ワインはもうあれはあまりにひどすぎる。ここですね、現在の国の福島原発の周辺住民に対する姿勢はまさに欺民だ、完全に切り捨て、36万人の子どもたちの健康を守る施策も実施してない。国がこういう冷たい国なら、姿勢のままなら、東海大の運転再開なんてありえないことだと。住民のことは何にも考えてないんじゃないかと怒っています。その通りでしょ。福島の人たちは本当にほったらかされて、農家の人たちもね、私も一昨日柏崎行った時ね、最後に終わった後会場にいた方が手を挙げて、その女性が福島から逃げて来られた方なんて、私たちはどうしたらいいのか分かんない、誰も何にもしてくれないんです言っていましたが、今そういう人たちが山のようにいるんですよ。福島県の人はみんな今世論調査によると3分の1の人が逃げたいんだそうです。逃げられないんですよ、何にもしてくれないから。こんな写真を見たことある人ないでしょ。これどこだと思う？これも東海村なんだ。これは3月23日の余震で、これ解体中の原子炉の排気筒なんです。ぽっきりとんでもない巨大なものが折れちゃって、だから余震も怖いんです。
余震で今何が起こるか分かんない状態、4月7日、今のところ4月7日が最大余震ですが、宮城県の女川原発がやっぱりギリギリで助かった。この時ね、余震で青森県の東通原発もギリギリで助かった。もっと怖いのは6ヶ所の再処理工場、非常用電源でかろうじてプールの冷却、あるいは高レベル放射性廃液、東海村にもある怖い廃液の冷却を続けた。だって青森県の6ヶ所村ってのは日本中から一番危険な使用済みの核燃料、つまり高レベルの廃棄物を全部集めてるとこ、3000トンのプールぎっしり今入ってもう満杯で、しかもこの工事は運転不能で何にもできない状態に陥ってる。ここに今余震があって電源が切れた、こんなことが起こってる4月7日ですよ。どうしますか、こんな状態です。私がそもそも原発の反対運動を志したのは若い30代なんですが、1977年でした。もう何年前になりますか。この記事を見て原発っていうのを絶対止めてからじゃないとダメだと思ったの。その頃は私は農業一生懸命やっていて、畑やっていろんな作物を作って山入って1000人暮らししようとしてたんですが、この記事を見てもうともかく山へ行って無農薬で野菜作ってもダメだと思ったんですね。事故があったら同じなんだから、ともかく原発を全部止めてから農業やろうと思って一生棒に振ったんです。だからこんなとこいるんですけれど、皆さんも巻き添えにしたいんです。いいですか、止めるまでですよ。止めたらいいんです。止めたら我々解放できるんですから、そこへ行きましょう。なぜかっていうとね、これ核再処理工場、今6ヶ所村とね、再処理工場重大事故があれば国民の半数が死亡するって書いてあるじゃないですか。これは日本じゃない、西ドイツ、当時東西ドイツ分かれていましたが、原子力産業の専門家たちが解析をして、ここで事故があれば最終的な死亡者の数は西ドイツ全人口の半分に達するって書いていた。これが暴露されたんですね。でこのレポート自身は私見ていなかったんですが、今度の事故の後外国の人が送ってくれましたので見たらこうなんですよ。ここに再処理工場当時の予定されていた新田作戦にあって、ここで事故があってうわーっと放射能が流れていくと、今我々日本人が体験していることが、それがとてつもない量ですからね、再処理工場の場合は。ということで西ドイツだけで3000万人が死亡するという解析がされていました。ですから、もうちょっとだけお話して休憩にしますが、ハモカのことをお話しすると、皆さん大体今もうダメだっていうことを分かりますのでお話ししますが、中部電力は12メーター以上の防波壁を設置するって事故の後今度言ってきたんですが、そもそもはハモカ1、2、3、4、5とあって、1、2が今廃炉準備中です。東海第一と同じですが、ここに砂丘が10メーターの砂丘があるからさ、大丈夫だということを中部電力が言ってきたんですが、地元の反対運動のリーダーの白鳥よしかさんが今回の事故の後もう一回行って見てくると言って、見てきてうわたまげたと言って写真を撮って送ってくれました。これです、ただの砂山だよって言うんですね。砂丘なんてそんな立派なもんじゃない。その上に中部電力は砂をブルドーザーでかき上げてただ10メーターの高さにしただけだよ。で今回中部電力はもう日本全土で危ないから止めろ止めろって言われて、そうして今12メーターって言ったのを今度15メーターにしまして、7月になったら18メーターにしました。もうしばらくすると21メーターにするんだろうと思いますが、どんどん3メーターずつ上げてくる。バカなやつらですね。高い、いいですか、絵見ればわかります。津波が来るでしょ。ここでともかく津波が止まるんだそうです。壁ですよ、塀。こんなもん高くすればするほど倒れやすいよね。我々見たら皆さん笑ってるけど、これジョークじゃないんだよ。だって真剣な電力会社、日本全土調べるとみんな同じ。さっきこっちは東海村の書いたけれど、こういうとこ壁作るんですって。これ浜岡の12345のここに、ここに川あるじゃないですか、東海もそうだけど。大きな津波が来てここには来ないんですかって、ね、前塞いだってダメですよ。
ね、津波っていうのはそんなもんじゃないんです。7年前世界中が知ったじゃないですか。20万人以上の方が亡くなったスマトラ島沖地震津波で、ね、こんなのがジェット機並みの速度でうわーっとインド洋広がったんですよ。信じられませんね。だけどこの津波が起こる前に こういう大地震が起こるってことを言った人は世界中一人もいないんですよ。私たち今東海村の前でそんなの起こらないってことを言える人はやはり誰もいないんです。たった今も誰もいない。だけれど起こるんです。このビルの高さを見ると私にはもう49メーターと聞いていたよりもっと高いように思いますけどね。とてつもない。要するに大津波っていうのは私たちが想像もできない天を仰ぐようなものがやってくるんだということをもう私たちははっきり分かってます。だから津波を遮るということは絶対できません。要するに津波の時は逃げるしかない。それから海岸線に危険物を置かない。これ以外人間のできることはないんです。それから私は今回初めて知ったのは津波っていうのは波の高さあるいは強さじゃない体積だっていうことを今回見ました。テレビで。要するに津波っていうのはうわーっと来たら後ろから押してくるんですね。だからどこまでも行くんですね。前に何があろうと全部踏みつぶしていくんだということ。これはですよ、これ今年の宮古のね、これは立派な堤防があったんです。湾内に入ってきた水が増えちゃったらどこまでも行ったんですね。しょうがない。南相馬も大変な津波でした。この場合大変な勢いで襲ったわけです。これは皆さんご覧になったでしょ。本当に体が震えるような思いで仙台のね、ザーッとどこまでも上がっていくのを見てね、これが本当に今中継、実況中継なのかと思って我々見ていましたけれど、どこまでも行くんですね。この時なんと内陸6000メーターまで行ったんですから。だから日本原電の津波対策を見るとみんな要するに高台にこういう電源を高いところに置けば大丈夫だと思う人いたら手を挙げてください。これは日本中歩いてますけどさすがに一人も手を挙げないんですけれど、電力会社全員今ストレステストやなんか全部これなんですよ。アホ言うなってね、子供でもわかるでしょ。電源がここにあって原子力発電、原子炉がここにあって電気を送んなきゃいけないんでしょ。ケーブルがあるんでしょ。ここに自動車だろうが船だろうが岩だろうが家屋も全部濁流でぶつかってきて、この電線があるはずないじゃないですか、地震でね。どうしてこんな単純なことがわからないのかっていうことになると我々はもうだから最後は絶望的になる。まあ過去の安政東海地震を見ましても3時間を繰り返し襲いかかったっていうんですからね、ということです。もう時間に、ちょっと予定を超えましたが、これから本当に我々が生き残るための、放射能の問題を今実際に起こっていることをお話ししたいと思いますので、とりあえず、まあ、皆さんもお疲れと思います。10分休憩を入れますので休んでください。